はいえー、75回目になりますえー、っと今日は、えー、まずまた資産の方を1453万で100万追加したんでまあ1353ですね正しくははいまあ 小幅な値動きで少し回復してって感じ。まだ乱高下が結構続いちゃってますんで、あの、1日の取引での値段の変動、価格の変動は結構かなりあります。テスラの株で。えー、まあ結局はあ、金曜日は300、一番下がったら361、えー、ドルですね。 361ドルまであが、下がったんで、まあ結構動きがある感じです。アメリカの株は1日の中でも結構動きがありますんで、うんまあデイトレードなんかやってる方にはいいんかなーって感じがしますけど、私はちょっとやらないんでわかんないですけど。はい、で、えー、っとですね、うーん、と、で、えー、まあ、そうですね、来週、 二十、来週じゃねえか。えー、っと、九月十三だから、そうですね。再来週か。再来週に、の週に、えー、バッテリーデーの、ーまあ、いよいよ、発表があります。えー、まあ、これ本来だったら、 元をたどれば3月ぐらいに多分やる予定だったと思いますあのコロナで延期延期延期になっちゃって9月になっちゃったんですけどでまあそこで多分新しいえバッテリーが開発されてえそれのお披露目会みたいになると思いますあのであの予想されてるのはバッテリー能力がさらに上がってえすごい 性能のいいバッテリーが効率的なバッテリーが生まれてえまあそれがまあ車のおほとんど交換しえバッテリーをあー一生涯乗れるその1個のバッテリーでえーまあ160万キロだっけな160万キロぐらい走れるバッテリーを開発してそれを発表するみたいなことが前 書いてあったんです、多分それだと思うんですけど、あと私の予想では、えっと、小型車みたいなのも売り出すんじゃないかなっていう感じもしてるんですけど、まあ、わからないんですけど、まあ、例えば、そうですね、えっと、まあ、軽自動車よりはちょっと上のぐらいのグレードの安い2、300万 300万ぐらいで買えるのを出すんじゃないんかなっていうふうにも考えてるんですけどでもまあそれは分からないですえっとであとはえ電池革命ですねあのバッテリーによってまあいろんなあまあ今今 CO2 削減とかえ環境問題ですねに対してバッテリーを,を いいのを入れて、えー、まあそれで、えー、変えていくとあ。バッテリー革命が起こるんじゃないかって、えー、言われてます。えー、っと、で、その内容として、えー、あその内容っていうか、あのその,、えー、そのお発表をすることによってまた上がると。 いうふうに、えー、みんな読んでるんですけれど実際のところがあまあそれが科学に含まれてるってなるとダメなんですけど多分大丈夫だと思いますなのでまあこっからは上がぐんぐん上がっていくんじゃないかなと見ておりますはいで、えー、まああのそうですね、えー、まあこんな感じで、えー いい具合に下がってる。前もこんな感じで下がったんで、まあ似てるっちゃ似てますよね、動きが。なので、えー、いい買い場なんじゃないかなと私は見ております。はい。まあ、まあ、テスラの株に関しては、ギャンブル性がちょっと、ギャンブル性っていうか、動きが、ね、値動きが激しいんで、まあ、ここつけたと思ったら次ここに行ったり、えー、まあ、ボラティリティが、 大きいんで、あいろいろあのー、危険視される方多いんですけれど、でも、まあこんだけ、えー、投資家を設けさせてくれる銘柄もないと思いますんで、えー、いいんじゃないかなっていうふうに思っております。うんと、そうですね。えー まあ上がり出すとすごい勢いで上がってくんで、今回も上がり出すとすごいんじゃないかなと見ております。うーんまあこんな感じで、ちょっとよこ、これは6ヶ月見てんですけど、まあほぼ横ばいっていう感じですね、今。 横ばい、えー、なので、まあ、そのうち跳ねるんじゃないかなと見ております。それが、まあ、バッテリーでを契機にまた跳ねるんじゃないかなっていうふうに見ております。まあ、その発表の内容にもよるんですね。発表の内容がうんといいもので、えー、すごいものであれば、もうとんでもなく上がるんじゃないかなって感じがしております。はい。えー、で、 あと全体の動きに関してちょっと言いたいことが、あお伝えし,したいことがありまして、全体の動きはちょっといろいろ情報を集めたんですけど、どうもバブルはまだ続くそうです。あの、えー、まあ確実なことは株ではないんですけれど、私の読んできたいろんな情報を集めた感じですと、あの、ここらで、えー、あの、 あのこの下げっていうのは先週先々週ぐらいから続く急激な下げっていうのはやっぱり調整のようでそれも健全な調整で非常にあ,のまあ,ありふれてる通常異常ではなくて通常のえ調整なのでえいい具合にガス抜きができて。 えまた上がるんじゃないかっていう風な見方をしてるのが多いようです。えー、まあ、主要なとこの情報で集めて多分そうなんで、えー、多分大丈夫なんじゃないかなと。 まあ今,今もちろんバブルです。あの財政状態なんてあの非常に悪い会社が多い中、こんだけ上げてるっていうのは実体経済と伴ってないんですけど、前お伝えした通りなんですけれど、でもまだ、えー、市場は上がり続けるという見方が強いようですうん。あくまで私の集めてきた情報なんですけれど。であのまあ バブルになってるけど、このバブルはまだ続くという見方が強いんじゃないかなって見てます。えー、で、まあそのバブルは私は年内は続くと思っております。私の予想です。えー、で、まあ、まあそうならないケースとして考えられるのが、まあちょっと書いてあったのが、例えば、えー、と景気刺激策が議会を通らない。 なんてケースには、あ景気刺激策でまたお金が流れる、えー、っていうことを期待して上がって部分もあるんで、それがでまた下がる可能性、その場合はまた下がる、出すかなって感じがします。はいまあ多分、おそらくトランプさんが、トランプ大統領が通してくると思うんで、大丈夫だと思います。うんで、あと、FRD ですね。 FRB が、えー、パウエルさんがあまああのインフレを継続するとあ、で、預金も低利息で続くんで、まあ、株高を支援しているかなと思います。えー、とパウエルさんはあのー、結構トランプと反対するようなあ、えー、こと言ってたんですけど、最近はちょっと折れてきたんで、まあコントロールのートランプ 大統領のコントロールの中に入ってきたなって感じがするんで、まあ大丈夫かなとは見てますうん。まあでもあの株やる以上は何があるかわからないっていうのが通常なんで、えー、まあわからないのは確かなんですけれど、私は私の予想では80%倍以上大丈夫だなと見てます。 はいまあいつもそんな感じなんですけどあのまあ多分大丈夫だと思いますあの集めてきた情報ではやっぱりそういう方そういう感じなんで、うん、まあそうですねで今までもこういうのをよく見てきたんであの加熱しすぎちゃってこう下がってでいっぺんに下がる パターンっていうのがバブルだとあると思うんですけど、その前でこうに調整してるんで、まあ、下げづらくしてるなって思います。あの、で、あと昔あったバブルっていうのはもっとすごかった、もっと、あのー、すごい上昇だったみたいで、それと比べると、まだ、あのー、これぐらいは大丈夫っていう記事もあったんで、えー、まあ大丈夫じゃないかなって見てます。 で、あとですね、えっ、ー、と、お伝えしたいのがあー、あとテスラが、今度、個別のテスラの銘柄に関してなんですけれど、えー、が、あのー、中国での、からの、中国からの輸出をするということで、まあ、これが意味するところは、あまあ、テスラにとってはいいことだと思います。あの、で、その理由がやっぱり、あ、あのー、 上海工場で作ってるうー製造コストの方がやっぱり安いんですねあのカリフォルニアのフリーモントで作るよりもなのでカリフォルニアのフリーモントはもちろん生産台数も多いですあの一番多くて主メインなんですがでもやっぱり上海工場で作ってるものもあのああ作ってるも ことに関しては多分人件費が安いから安く済んでるので、えー、輸出する時にあ輸出,輸出というか製造コストが抑えられてるんで輸出して輸出費がかかったとしてもそれを賄えるんじゃないかなって感じがしてそうすると中国の市場に依存 中国とのアメリカ関係がわこじれちゃったときに、えー、あのあんまりダメージにならないかなというふうに見ておりますが、でも、あの、まあ、あののま中国市場っていうのは非常に大きな市場なんで、うーん、まあ、何百万台、うん、うん、んうん。あのまあ ヨーロッパなんかより、天然市場規模がでかいんで、で中国人結構、あの富裕層結構多いんで、あの買われる方が多いんですね。だからそういうことを考えると、まあこじれちゃった場合にその人たちが買わなくなったら、それはダメージとしてはでかいけれど、まあその安い製造コストで作ったのが、他に運んで、他で輸出して、え、ー まあ、あの、輸送ができるようになるみたいなんで、それで、まあ、賄えれば、まあ、それほど、まあ、ダメージとしてはでかいけど、致命的にはならないようになるんかなって思えば、今までに、あーその、あーいいことなのかなっていうふうに見ております。はい、それぐらいですね。えー、まあ、そんな感じで、えー、 そうですねあのまあ22日9月22日までやっぱりた楽しみにして、えー、持ち続けようかなと思っておりますはいあのー、まあコメント欄を見ますとまあしまあここコメント欄はまあ売り下げたい人は下げたいでそういうことを言ってきて上げたい人は上げたいで言ってくるんで、まあ、全部はあれなんですけど えー、これらの安い価格でよりよく入ります。それはバッテリーの日に急上昇しますと。これはまあ私の考えとちょっと近いですね。まあ、こんな感じになるんじゃないかなっていう。うーんまあ噂で買って事実で売るっていうことを考えると噂がもうそれに加味されちゃってるっていう風になっちゃうとあれなんですけどまあでもアメリカの株で実際に 例えば、えー、っと、収、利益が今期は良さそうだってなったときに、実際にその数字が、良い数字が出たりすると、それもまた上がるんですね。だから、まあ、あの、噂で買って、現実、うん噂で買って、事実で売るうで、やらなくても上がる場合もありますし、まあ、ケースバイケースですね。うん で、まあ、あとはですね、あとは、えっ、ー、と、まあ、コメントを見ていくと、100万マイルのバッテリー何をしますかあー、イーロンが10億マイルのバッテリー。まあ、100万マイルっていうのが、さっき言った160万キロを1個の、ええー、バッテリーで走れると。まあ、一生走れるということで、えー、まあ、あのー、それなので、まあ、 まあ非常に安く済みますよね、あのコストが買う側としては。なので、多分テスラの私の予想ではテスラのえー車ってオートパイロットってあの自動運転なんですけど、これがあの例えばある人が車を買ってある地域を走ったりすると、そのデータがアップデートされるんですね。 でまあ、それをデータを蓄積してその他の車にも更新されるんでアップデートされるんでそれが全部の地域でなっていくと車がその道を覚えていくんですね。でそうすると あのオートパイロット自体がやっぱりテスラの知的財産と言いますか無形財産と言いますかその特許みたいなのになってくると思うんですね。で、それでもう商売するようになってくると思うんで、車であんまり商売し、もちろん車ではあるんですけど、それで商売するようになるかなって感じもしてるんで、だからテックカンパニーでナスダックにえまあシリコンバレーの会社と。 ななっているる理由はそこにあるかなと思いますで、えー、まあ,あ,あ,あそうですねはい、はい、でまああとまあそのーオートパイロットの値段も上がってるのは、えー、値上げしたんですけどそれはあの前よりもその更新されて精度が高くなってるからだと思うんですよねでそういったものでももうけると。 で、えー、そうですねはいはい2021年の夏までに1000ドルまあこれは強気予想ですね えーまあ、こんな感じで書いて、まあ、上がるっていう人はこういうことを大胆に書きます下がるって人は例えば50ドルになっちゃうとかそういうマイナス面をいっぱい書いてくるんで、まあ、全部のみにしてもしょうがないっていうことなんですけどなんとなく考えてることが伝わってくるんでそれをこう読み取るのがこの掲示板見るといいかなと思います、えー、であと言いたいことが何だっけな あーすいません。えっ、ー、とおー、まあそんな感じで、えー、まあとにかく、うー市場はバッテリーえ、あ、バッテリーでー,、えー、ー,ー,ーがでどうかなって感じで、あとテスラの株って結構、あの市場全体での動きの指標となっていうか、リーダーになるって言いますか、下がるときはうんと下がるんですよね市、マーケットは下がるときは。なので、えー マーケットが下がる以上に下がりますでマーケットが上が上るときはあ上がる以上に上がってくるなんかこう動かす力になっちゃってる部分もあるかなと思います。あの取引が非常に多いんで、えー、まあ、取引が5兆ドル一番いいときは5あ 5, 5兆円あるんでそうすると東証一部の全銘柄のデッキ 取引高より多いそうなんで非常にすごいなっていうすごい取引高ですであとは何だっけなうんとそうですねなので、えー、まあまだこれからあ来るんじゃないかなと上がり続けるんじゃないかなと思っておりますはい、えー、そうですね、えー まだあー大統領選もありますし、えー、景気刺激策もあるんで、全体相場としてもバブルが続くんじゃないかなと見ております。はい。そうですね。はい。じゃあ今日はここまでで、えー、終わりたいと思います。はい。いつもありがとうございます。えー、よろしかったらあ、いいねボタンをお願いします。えー、あのー、アルゴリズムで。 優位に達したいんでよろしくお願いしますはいいつもありがとうございます、えー、チャンネル登録のももしよろしかったらお願いしますありがとうございます